皆さんこんにちは、全陽道山本整骨院の佐藤です。本日は変形性膝関節症で多い O 脚の症状を改善するためのリハビリについてご紹介していきます。皆さんは変形性膝関節症で整形外科に受診をされているかと思います。整形外科では太ももの前側、大腿四頭筋のトレーニング、リハビリをするようにと言われている方が多いかと思います。確かに大腿四頭筋のリハビリをすることは間違ってはいないのですが、大腿四頭筋だけを鍛えても症状が良くなることはありません。今回の動画ではこの大腿四頭筋以外にも重要なリハビリについて3つほどこれからご紹介していきたいと思います。ではまずはじめに O 脚についてご紹介していきます。 O 脚とは正面から足を見た際に英語の O の字のように足が広がっているような状態を言います。見た目でこのようになってしまっている方は変形が強い方になります。このような状態は大腿骨、太ももの骨と肩骨、ふくらはぎの骨の軸が外側を向いているような状態になっています。関節の内側は狭くなっていて、外側は広くなっているような状態になってしまい、内側に強い痛みが出ることが多い症状になります。このような状態になってしまうと、歩くのが辛かったり、立ち上がったり、座ったりする、膝の関節が関係する動作がすごく辛くなってしまいます。ですので、今回のこの動画で、O 脚を矯正するためのリハビリを3つほどご紹介していきますので、最後まで動画をご覧ください。はい、ではまず1つ目のリハビリについてです。1つ目のリハビリは骨盤の後傾を良くするためのリハビリになります。骨盤の後傾が強くなってしまうと、股関節が外側に開きやすくなってしまい、O 脚の状態を強めてしまいます。ですのでこの骨盤の後傾を治すためのリハビリをこれからベッドでやっていきたいと思います。一つ準備するものがあります。準備するものは毛布とかタオルでいいですね。まず一つこれを準備してください。これを使ってやっていきたいと思います。はい、では毛布はこのように丸めてください。丸めてベッドの方に置きましょう。仰向けに寝るような状態になるんですが、この腰の部分に毛布が当たるように準備してください。このような状態からぐーっとゆっくり仰向けに寝てください。このように寝ることで腰がしっかり反るような状態になります。この反った状態は骨盤が前に傾くような前傾姿勢という形になります。この状態で10秒から15秒キープするようにしましょう。余裕がある方は手のひらを自分の顔の方に向けながら腕を上に上げていきましょう。こうすることで背中にある広背筋という部分、こちらも伸びるようになって骨盤の後傾が治りやすいです。余裕がある方はこのまま10秒から15秒キープするようにして止めてください。腰に痛みが出るような時は無理してやらずに中止するようにしてください。終わりましたらゆっくりと体を起こします。腰に違和感がなければ少し休んでからもう一度やるようにしてください。1日だいたい1セットから3セット行うと効果が出やすいです。はい、では2つ目のリハビリになります。2つ目のリハビリは骨盤の後傾を強めてしまうももの裏側やあとはふくらはぎの裏側のリハビリについてご紹介していきたいと思います。太ももの裏側やふくらはぎが硬すぎると骨盤を後ろに引っ張ってしまい後傾の症状が強くなってしまいます。ですのでここはしっかり緩めておくことで骨盤の後傾がなりにくくなり足が開きにくく O 脚の症状を弱めてくれます。ですのでこれから、ももの裏、ふくらはぎのリハビリをご紹介していきます。ではやっていきたいと思います。このように座っていただいて伸ばしたい方の足をしっかり前に出しましょう。この時につま先の部分はまっすぐ伸ばすのではなく天井を向けるように上げてください。で、この状態でぐーっと体を前に倒すんですが、
この状態では効果がありません。意識としてすることは、骨盤が後ろに傾いているような状態でやるのではなくて、骨盤をしっかりぐっと立てた状態でやりましょう。硬い方は骨盤を立てただけで、ももの裏や膝の裏、あとはふくらはぎの部分に突っ張ったような感じが出てきてしまいます。無理のないようにやっていただきたいと思いますので、骨盤を立てただけで伸びる方はこの状態で10秒から15秒キープするようにしてください。だんだんとその感じがなくなってきますので、そうなってきたらゆっくりと骨盤を前傾立てた状態のまま体を前に倒していきましょう。この時に背中が丸くならないようにしてください。しっかり胸の張った状態、この状態のままぐーっと体を前に倒していきます。ここまで来るとしっかりももの裏からふくらはぎにかけて伸びていきます。このまま10秒から15秒伸ばすようにやってみましょう。片方が終わりましたら反対側も同じようにやっていきます。こちらが、太ももの裏側、あとはふくらはぎのストレッチ、リハビリになります。これも1日1セットから3セットほどやると効果が出やすいですので、やってみてください。はい、では最後のリハビリになります。最後のリハビリは、一番弱りやすい太ももの内側にある筋肉、内転筋のリハビリになります。今回はこのベッドの上で横になってやっていきたいと思います。こちらのリハビリでも毛布を使っていきたいと思います。はい、では毛布の方を使ってリハビリの方をしていきたいと思います。毛布はなるべくこのように分厚く折りたたんで使ってください。では横向きで寝てみましょう。このような状態からまず膝を曲げてください。股関節と膝を曲げるようにしましょう。この毛布を膝に挟むようにしていきます。この状態ですと太ももの内側の内転筋に力が入りやすい状態になります。この状態からこの毛布を潰すようにぎゅーっと力を入れます。このまま10秒から15秒止めるようにしてください。慣れていないとプルプル太ももが動いてしまいますが、そのままキープするようにしてください。10秒15秒経ちましたらゆっくり戻します。ちょっとインターバルを動いてからもう一度ぐーっとやっていきます。このまままた10秒から15秒しっかり上にある足を下に押し付けるように力を入れてください。この時にしっかり内転筋内側の部分に力が入っていることをちゃんと確認をしながらやると効果がアップします。こっちの足が終わりましたら次は逆の足もやってみましょう。このリハビリは10秒から15秒押しつぶしてキープするのを5セットほどやるようにしましょう。なかなか使えていない筋肉でもありますので最初は痛みとかが出やすいです。そのような際はセット数を少なくして無理のない範囲でやっていってください。はい、皆さんお疲れ様でした。3つのリハビリ覚えることができましたか？変形性膝関節症の O 脚で大腿四頭筋を鍛えていてもなかなか症状が収まらない方はこのリハビリ3つともやってみてください。リハビリは毎日継続することで効果が出てきます。痛みが出てしまうときは無理せず休んでください。できる範囲で毎日続けていくことで効果が出てきますので、ぜひ膝の痛みでお困りの方、O 脚の痛みでお困りの方はこのリハビリ毎日やってみてください。本日の動画はこれで以上になります。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またもっと健康になりたい、体の痛みを良くしたいという方は下の概要欄から公式 LINE をチェックしてください。公式 LINE では毎日健康動画や健康情報を配信していますので、ぜひ皆さんの生活に役に立ててみてください。